さあ、それでは本日はボールパーソンのご紹介です。本日はボールパーソンは大分荻野台高等学校サッカー部の皆さんにご協力いただいております。それでは荻野台高等学校の皆さん、よろしくお願いします。皆さん、拍手をお送りください。スタンバイしてください。谢谢，谢谢，谢谢。
よいしょ。はい、最後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 、第23回リオフットボールリーグ第20節ベルストンプロバーサス FC カニア選手の入場です。
ベルスマウンテに勝利を。前半戦キックオThank you.
はい、オッケー、オッケー、さあ、さあ、いいよ。
ベルスパを置いた背番号7番中野拓実選手のゴールによりまして1対0ベルスパを置いたリードです。ここからよ。
Yeah.
Yeah.
前半戦終了、前半戦終了。ベルスポータ VS FC カリアは1対0で後半へ折り返します。背番号33番の前田裕樹です。ライネスでは主にジンジン、焼酎をアマゾンに納品する作業とかをやってます。ここつけてお酒入れて包んでって感じです。背番号7番の中野匠です。僕はライネスでこんな形でベルスパの支援自動販売機の営業をしてます。ゴールキーパー1番の姫野です。普段はスポンサー様の営業活動や既存スポンサー様への挨拶回り、その他いろいろな業務を行っております。今にもこういった活動をしてますよ。ちょっと詳細が載ってます。はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベルスパウター6番高橋翔です。僕はライネスのウェアの製作や在庫管理をやらせてもらっています。背番号29番武田俊です。ライネスでは主にニラの仕事をしています。僕が愛情を込めて作ったニラです。スーパーなどで見かけたらぜひ食べてみてください。Yeah.
サポーターの皆さん、前期は応援ありがとうございました。後期に向けてですが、前期のようにいい時も悪い時もあると思います。その時にサポーターの皆さんの力が僕らの力になります。後期も応援よろしくお願いします。世間は東京オリンピックですけど、僕たちは巻きオリンピックやってます。すいません。めちゃくちゃきつかったです。疲れました。きっといいよ。きっといい。美味しいですご飯。最高です。ご飯が美味しい。おかわりします。きついっす。筋肉性腹痛いっす。全部してます。最高です。応援ありがとうございます。自然期間でチームとしてさらにレベルアップすることができました。後半戦は巻き返して連覇できるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。村田選手の持ち物チェックをして、気になるものだったんで紹介してもらいます。クロスの表現のやつだ。いや、できた。これですね。おー、武田選手のマジックあります。これが頭も体も全部いけちゃうんだ。そうです。いい匂いですか。すごく香り強くて、一緒に二人で吉田直也選手と買い物行って一緒に買いました。おー、じゃあ持ち物チェック始めます。いきます。はい、これ、ココナッツオイル、コーヒーに入れます。やっぱいい油は取らないといけない。そう、これこれ、これあまりね、あ、普通っていうか、これはあまり油、それなりオメガ3。みちょめっちゃ好き。俺もみちょ。これはサプリです。パックはあれ、試合の前にやります。綺麗な顔で試合に臨めるような気づらいのね。関係ないです。自分たち持ってジャイアントキリングを起こしましょう。ジョありがとうございました。試合結果は残念だったんですけども、
選手は本当に最後まで精一杯戦ってくれたなというふうに思います。まあ、2日後に JFL のリーグが再開しますので、そこに向けてまたチーム一丸となって、リーグ戦の方の5連覇を目指して、調子を上げていきたいなというふうに思います。また頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、栄養素的なもの と、より個人的にパフォーマンスを上げるために必要な、味覚的なあのところを、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
ベルストーナー背番号5番本田拓斗選手のゴールによりまして2対0となりました。
Thank you.
選手交代をお知らせいたします。ベルスパー大分背番号51番トネルイ選手に代わりまして背番号17番藤本拓海選手が入りました。同じくベルスパー大分選手の交代です。背番号10番矢部一京都選手に代わりまして背番号9番山崎和夫選手が入りました。同じくベルスパー大分背番号7番中野拓海選手に代わりまして背番号21番小倉寛太選手が入りました。続きまして FC コーナーの選手の交代をお知らせします。背番号16番市川隆一選手に代わりまして背番号29番佐藤慎也選手が入りました。続いて背番号24番田中貴博選手に代わりまして背番号19番春野大輝選手が入りました。Oh no!
サイドの壁フリーキック1枚目入って。ないぞ。
選手の交代をお知らせいたします。ベルスパウター背番号13番吉田直也選手に代わりまして背番号2番土田直樹選手が入りました。同じくベルスパウター選手の交代です。背番号18番中村誠選手に代わりまして背番号4番西村大吾選手が入りました。
Thank you.
行けでしょ。ご覧のように第23回リオフットボールリーグ第20節ベルスパー大分 VS FC 刈谷は2対0でベルスパー大分が勝利を収めました。勝ちました。さあ暫定10位がですね5位となってます。さあ5位浮上となりました。我らがベルスパー大分